こにでもあるようなちっぽけなこの夜見慣れたソファーに猫は丸まってエアコンの風うなる冷蔵庫ドラマを見てる彼女あの頃描いた未来が今ならあの日の僕は今なんて言うのだろううまくやったなかなそれでいいのかなどう答えるべきか先週彼女に言われた不意の一言ねえなんで私たち一緒にいるんだっけ小さな夜